稲市文化施設だよりそれぞれの日程や内容が変更になる場合があります詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください新州高等美術館起因聖堂の画人池上修保生誕150年展高等町出身の課長画家の名手であり 明治から昭和にかけて中央画壇の新たな時代を築いた日本画家池上修保1874年から1944年の特別展を開催します。令和6年3月2日土曜日から5月19日日曜日午前9時から午後5時最終受付は午後4時30分 休館日、毎週火曜日、3月21日木曜日、なお4月中は無休です。会場、新州高等美術館第1第2展示室。入館料、一般500円、割引料金400円。高校生以下及び18歳未満の方は無料です。 5月18日土曜日は国際博物館の日により入館料無料。紙面には1943年第6回新聞店出品作品が掲載されています。2話の系統が羽を広げ、睨み合い荒々しい決闘の様子を描いた作品です。作品紹介終わり。視察レポート 社会教育委員が行く富方小学校1年生給食支援ボランティア令和5年4月10日から5月2日1年生の給食開始にあたり児童の机の除菌対応や児童の皆さんの身自宅支援及びその確認また機場への食器の配置の確認などをお手伝いさせていただきました 当番が整列をして、給食室から給食を運んできて、児童の皆さんが、ご飯、汁、おかずを盛り付ける担当部署につき、給食をそれぞれの食器に盛り付け、全員の机にそれぞれ配り、時間内に食事を終え、歯磨きに移っていました。盛り付けにあたり、おかずの盛り付けでは、右利きの児童と左利きの児童では、 盛り付けるお玉の先の形により、左利きの児童では上手におかずがお玉に入らず、右利きの児童と交代して盛り付けていました。これから経験を積んで、きっと上手におかずを盛り付けることができると思います。日々成長していく児童の皆さんと会える日が大変楽しみでした。中村幸子。 生涯学習センターからのお知らせ。能登半島地震復興支援コンサート。伊藤潤一ピアノリサイタル。日時3月9日土曜日午後2時から。会場午後1時30分。会場稲瀬6階西沢稲瀬ホール。入場料一般3000円。高校生以下1000円。 前席自由。未就学時の入場はご遠慮ください。プログラム。ショパン。英雄ポロネーズ。船歌四つのマズルカ。作品24。幻想ポロネーズ。ドビッシー。アラベスク。第1番。第2番。喜びの島。フォーレ。船歌第3番。ほか。 曲目は変更になる場合があります。児童消化教室、ふるさとの四季春編。早春から春らんまの歌を歌いましょう。スライド上映。日時3月15日金曜日午前10時45分から、会場午前10時15分、会場いなっせ6階、 西沢稲瀬ホール、入場料無料、使用代200円、四季池上雅美、オルガン石川緑、解説宮原照夫、進行金丸恵美子、写真富た写真クラブ、企画北沢理工、春休み子供人形劇場、日時 3月20日水曜日祝日午後2時から会場午後1時30分会場稲瀬6階西沢稲瀬ホール演目福和術ハロー勘九郎と人形劇三匹の小豚出演人形芝居つばめ屋入場料前売り200円当日250円 一歳未満は無料。3月の主な催し物。西沢稲瀬ホール6階。2日土曜日、第17回スプリングコンサート午後2時から。3日日曜日、上伊那楽風会、詩吟講習会午前9時10分から。5日火曜日、上伊那地区企業説明会午後1時から。 8日金曜日、マホラ市民大学、午後1時30分から。9日土曜日、能登半島地震復興支援コンサート、伊藤淳一ピアノリサイタル、午後2時から。10日日曜日、松沢音楽教室演奏発表会、午後1時から。12日火曜日、3.13 重生反対カミナ地区集会午前9時から15日金曜日同様消化教室ふるさとの四季春編午前10時45分から20日水曜日祝日春休み子供人形劇場午後2時から23日土曜日スプリングコーラスコンサート 上伊那中学校合唱部発表会午後2時30分から31日日曜日令和6年度稲市消防団任命式午後4時から主催者の都合により祭事の内容、時間などが変更になる場合もありますのでご了承ください展示ギャラリー2階 1>, 1日金曜日から15日金曜日。土曜日日曜日は除く午前9時から午後4時。令和5年分確定申告。ちびっこ広場から3月のお知らせ。会場。障害学習センター7階ちびっこ広場。助産師さんの相談日。14日木曜日。午前10時30分から正午。 予定は変更または中止になる場合があります。4月の予約調整会議、日時4月1日月曜日、受付開始午後6時30分から、調整会議午後7時から、会場研修室501、障害学習センター5階、午後7時前には必ずお集まりください。 ホーール・展示ギャラリー予約対象期間令和7年4月1日火曜日から29日火曜日祝日会議室などその他の施設予約対象期間令和6年6月1日土曜日から30日日曜日3月の休館日6日13日 27日、いずれも水曜日。21日、木曜日。お申し込みお問い合わせ。稲市障害学習センター。電話78-5801。ファックス78-5802。ホームページ。http コロンスラッシュスラッシュ w w w inacity.jp e メール sgc.inacity.jp 会場をご予約される際、日程会場がご希望通り確保できない場合があります。恐れ入りますがあらかじめ予備日をご用意ください。 主催者の都合により、祭事の内容、時間などが変更になる場合もありますのでご了承ください。開館時間、午前8時30分から午後10時。休館日、毎週水曜日。水曜日が祝日の場合は木曜日。年末年始。令和6年度春季。 芸術文化体験教室受講生募集芸術文化を手軽に体験し自分に合ったものを見つけてみませんかお申し込み先 e メール ina-gei-b-u-n アットマーク gma-il.com 教室名または申し込み番号 氏名、住所、電話番号を記載してください。先着順で終日受け付けます。電話、留守電含む、78-6106、NPO 法人稲芸術文化協会。受付時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後5時30分、日曜日、祝日休み。 可能であれば、メールの申し込みにご協力をお願いします。申し込み締め切り。各教室開校の1週間前まで。教室によっては、開校前日まで受け付けますので、お問い合わせください。定員になり次第締め切ります。開校条件5人以上。稲市にお住まいでない方も申し込みできます。 受講場所、稲市障害学習センター、稲瀬ビル。注意1、講師及び施設の都合、その他、やむを得ない理由により、受講日が変更になる場合があります。注意2、メール、電話でのお申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。注意3、受講料、 受理受付後のキャンセル及び返金はできませんのでご了承ください。主催・稲市主管・ NPO 法人・稲芸術文化協会稲捨セビル5階教室名などの表があります。いずれも4月・5月の日程です。教室名・講師・内容・曜日・時間 受講料の順にお読みします。教室名、講師。大人のバレエで美しく、春季。バレエスタジオ、アン講師、湯本まゆみ。内容、優雅なクラシックバレエの世界。基礎講座なので、どなたでも楽しめます。曜日、土曜日。時間、10時20分から11時30分。受講料、 3,750円。幼児バレエ春季。バレエスタジオアンコー湯本まゆみ。リトミック要素を取り入れ、初めてのバレエにチャレンジ。土曜日、11時40分から12時20分。3,750円。ウェーブリングヨガ春季。日本ウェーブリングストレッチ協会。 ウェーブリングヨガ認定、新田瞳。代謝を促し、しなやかで痩せやすい体を作りましょう。土曜日、9時から10時10分、4500円。メディカルヨガ、春季。RIT200 終了。メディカルヨガインストラクター、看護師。木台直子。メディカルヨガは、 より心や体の不調改善やヘルスケアを目的としているのが特徴です。ヨガを通して心身の状態を把握しセルフメディケーションとして役立ててもらうことを目標としています。金曜日9時30分から10時40分3750円アメリカ文学を英語で読んでみよう春季長野県看護大学 人間基礎科学講座准教授、井村俊義。今回は英会話で使える表現が盛りだくさんの現代小説を取り上げます。文法や内容を一緒に考えながら、英会話の表現も学んでいきましょう。お気軽にご参加ください。土曜日10時から11時10分3000円。 ポップスコーラス春季シンガーソングライター横前京子みんなで歌えばより楽しいゴスペルのように歌って弾けてみましょう土曜日10時から12時10分3000円タイムカプセル歌人と楽しむ舞踊集春季元長野県立高校教諭帯形晃 日本最古の歌集「元号」の出典としての「万葉集」の歌を鑑賞味わうとともに歌人の背景時代的要素を絡めながら楽しみながら読み進める「土曜日」「10時から11時30分3,000円」「受講料親子割引について」「親と小学生中学生高校生の親子の場合」 子は半額になります。なお、教室の定員、日程、教材費、持ち物など、詳しくは、NPO 法人、稲芸術文化協会、電話78、78-6106までお問い合わせください。図書館からのお知らせ、稲図書館、電話73、73-2222、FAX、7 6 7七2の 7122開館時間午前10時から午後7時休館日毎週月曜日毎月最終火曜日お話会イベント親子で触れ合いリトミック13日水曜日午前11時定員15組予約優先お話の広場 0歳から1歳児対象、わらべ歌。20日、水曜日祝日、午前11時。2歳から3歳児対象、読み聞かせ。6日、水曜日、27日、水曜日、午前11時。お話パレットのお話会。全年齢対象。30日土曜日、午前10時30分。 みんなのお話会小学生から大人対象31日日曜日午後4時春を感じるお茶と音楽お抹茶体験3日日曜日午前10時から正午広域情報コーナーお抹茶と和菓子でゆったりとした時間を過ごしましょう音楽ユニットアンサンブルクレハのコンサート 3日日曜日午前11時1回ロビー和楽器と洋楽器のハーモニーをお楽しみくださいテーマブックお悩み解決本の処方箋一般室悩み解決のヒントになりそうな本を特集しています自分でできるかな児童室もうすぐ新年度 お片付けや歯磨きなど自分でできるかな ?3 月の休館日4日11日18日25日いずれも月曜日26日火曜日高遠町図書館電話94-3698ファックス94-2056 開館時間午前10時から午後8時日曜日のみ開館時間午後5時まで休館日毎週月曜日毎月最終金曜日祝日お話会イベント絵本大道芸ライブ3月2日土曜日午前10時30分午後1時30分 大道芸人、オマールエビさんによる絵本と大道芸を組み合わせたライブを行います。各回、定員50人。参加費無料。申し込み受付中。お話し会。9日土曜日午前11時。昆虫の絵本のお話し会をします。子供広場。23日土曜日午前10時30分。 絵本の読み聞かせと紙皿のコマ工作をします。参加者へ、NPO 法人サラ様より寄贈された折り紙の積み木プレゼント。読み聞かせボランティア募集高島町図書館では、読み聞かせボランティア、コロポックル会員を募集しています。詳しくは、高島町図書館までお問い合わせください。 テーマブック、新生活応援します。第一図書室。もうすぐ新年度、新たなスタートに向けて。昆虫、子供部屋、虫の出てくる絵本や図鑑など集めました。3月休館日。4日、11日、18日、25日、いずれも月曜日。 20日水曜日祝日、29日金曜日。公民館図書室。市内7カ所の公民館図書室の開館日など掲載されたカレンダーがあります。日程や催し物など、詳しくは稲図書館、電話73-2222、または各公民館へお問い合わせください。 公民館図書室のご案内テラトピア・テラ図書室コミックや手芸の本が豊富です各種イベントも開催しています百人一首大会の様子の写真が掲載されています新州高等美術館からのお知らせ展覧会情報 議員制度の画人、池上修法生誕150年展会期、3月2日土曜日から5月19日日曜日。会場、全館。入館料、一般500円。割引料金400円。高校生以下、および18歳未満の方は無料。内容、池上修法は、 現在の長野県伊那市高遠町に、上将県駒物屋の次男として生まれました。15歳で上京し、課長画を得意とする荒木漢方に指示、20歳の時に中央画壇でのデビューを果たし、その後、門天において3年連続で特選を受賞するなど、日本画壇で新たな時代を築いていきました。 修穂は山水画、花鳥画を追求し、1944年に亡くなるまで純粋に画道を求め続けました。本展では修穂の作品と修穂の師匠や弟子、同時代に活躍した中村不設、小坂四電ら郷土作家の作品を展示します。展覧会関連イベント。 学芸員によるギャラリートーク申し込み不要日時3月2日土曜日午前10時30分から11時料金入館料のみ必要ワークショップミニ屏部を作ろう要申し込み日時4月27日土曜日午後1時から4時料金 入館料と材料費1人2000円。会場、新州高等美術館、玄関ホール。講師、伊藤清人さん、伊藤清林堂。店員20人。対象、小学校4年生以上。池上修歩カードを集めよう。池上修歩 生誕150年を記念して、長野県稲文化会館、新州高遠美術館、高遠町歴史博物館、稲市創造館が、それぞれの展覧会開催時期に池上修歩カードを発行します。全4種のカードを集めた方に、長野県立美術館開催の展覧会、生誕150年、池上修歩、 厚生災害人の入場券割引券を贈呈します。今月の一押し、伊藤奇遇、製作年1927年、技法、素材、資本着色、池上修歩1974年から1944年、本作は 中国明代の文人愚勇の怪異小説集「戦闘神話内」の「川の包みで」で男女が思いがけない出会いをするという話から着想を得た作品です。第8回「定点」に出品された本作は元とは3つで1つの作品でしたが現在は男女が出会う場面を描いた中心の絵が残るのみとなっています。 縦が260センチメートル、横幅が137センチメートルという大きな画面ですが、隅々まで実に細かく描かれています。周保は、このストーリーに関わりがある地へ赴き、写生画を残しています。その土地の風景や風俗を取材し、写生を重ねることによって、大きな画面に、 高い解像度でストーリーの場面を描くことを実現しています。本作は、銀聖堂の画人、池上修法、生誕150年展にて展示します。3月休館日、5日、12日、19日、26日、いずれも火曜日、1日金曜日、21日木曜日、 新州高等美術館、電話94-3666、ファックス94-3936、e メール t-bjk-inacity.jp、開館時間午前9時から午後5時、最終受付は午後4時30分まで。 入館料、大人500円、割引料金400円。高校生以下および18歳未満の方、障害者手帳などをお持ちの方とその付き添い者一人は無料です。お知らせ、高遠町歴史博物館、伊那市民族資料館、高遠町歴史博物館。 電話9 4 4 4 4 4 f a x 9 4 4 4 6 0 e m a i l t r h k i n a c i t y j p 春季企画展池上周保生誕150年記念展周保の画業 6月16日、日曜日まで、入館料が必要です。会場2階、第3展示室、長野県立美術館、長野県稲文化会館、新州高等美術館、練馬区立美術館と当館の5館連携企画です。池上修補室、 大南港桜井駅決別の図、稲小学校像の写真があります。池上秀保が大正15年、1926年に入船の角満主人、伊藤小間次郎へ送った図です。伊藤は娘が通う稲人城高等小学校、現稲小学校へ寄贈しました。 南北朝時代に後醍醐天皇を支えた楠木正重が桜井駅現大阪府で息子正面と別れる場面です父と共に戦うと懇願する正面に対し正重は川地へ帰り体制を整えて天皇を助けなさいと諭しています歴史画家になりたかったと言われる宗保の意欲策です 第29回、歴博講座。3月2日土曜日、午後1時30分から3時30分。会場、地域間交流施設、歴博となり。参加費100円。講師、春日健太郎氏。上稲郷土研究会員。演題、幕末期高等藩の農民統制。情報、並びに文革。 内容幕末高藤藩領青島村稲市美鈴の資料から村の決まりを通して高藤藩はどのように農民たちを統制しようとしていたのかについて学びます定員40人予約電話かメールで受け付けています高藤町歴史博物館入館料一般400円 3月休館日、4日、11日、18日、いずれも月曜日、21日、木曜日。桜祭り期間の料金について、入館料、歴史博物館、高島城市公園の当日入園券の提示で、通常400円、一般が当日に限り半額の200円となります。 歴博の当日駐車券提示で通常400円一般が当日に限り無料となります稲市民の方は免許証等身分証明書の提示で半額の200円となります江島囲み屋敷高島城執公園の当日入園券の提示で無料となります稲市民の方は免許証等 身分証明書の提示で無料となります。歴博駐車場料金。歴史博物館の駐車場料金は1000円です。稲市民族資料館。電話、FAX94-4044、E-mail、t-msk-inacity.jp。イ 親子で楽しむひな祭り春のお茶会3月3日日曜日午前10時から正午会場伊那市民族資料館高遠懐かし館旧真島家住宅講師福沢博之高遠町歴史博物館学芸員講和ひな人形の歴史お話のあと抹茶と和菓子をいただきます。 参加費保護者700円入館料込む高校生以下300円店員親子12組予約電話で受け付けていますひな人形店4月21日日曜日まで入館料が必要です午前9時から午後5時会場伊那市民族資料館高遠懐かし館旧真島家住宅 憲法旧真島家由来のおひな様をはじめ、京峰美奈、古今美奈など、江戸時代からの珍しく貴重な300体以上のひな人形が館内に所狭しと展示されます。今年展示した京峰美奈の写真があります。稲市民族資料館、入館料一般200円、3月休館日、 毎週火曜日水曜日木曜日ただし20日水曜日祝日26日火曜日から28日木曜日は開館。両館とも高校生および18歳未満の方障害者手帳をお持ちの方付き添いの方1人を含むは無料です。団体その他の減免制度についてはお問い合わせください。 開館時間歴史博物館午前9時から午後5時民族資料館午前10時から午後4時受付は3時半まで「縄文から宇宙まで創造館だより」ボリューム153伊那市創造館第31回企画展 池上修法生誕150年記念展稲高藤との交流を中心に令和6年3月16日土曜日から5月27日月曜日稲市創造館2階企画展示室午前10時から午後5時最終入場は4時45分入場無料休館日毎週火曜 3月21日木曜日。池上周保は、1874年から1944年は高遠町出身の日本画家です。明治から昭和にかけて特に花鳥画を得意とし、日本画壇の中心人物の一人として活躍しました。高遠藩御用達の 神問屋の次男として生まれた修保ですが、祖父池上九流、父池上修華、両者とも本格的に絵を学び、俳句や短歌、茶道や歌道にも秀でていたという文化的な環境にあったことから、絵の描き方を自然に覚えることとなりました。明治22年、1889年、 15歳で小学校を卒業後絵を学ぶために上京荒木漢方の門人となり写生に基づく写実的な表現の日本画を体得していきました明治40年1907年第41回日本美術協会制派同志会連合展で二等賞銀杯 翌年の文部省美術展覧会「文展で初入選以来大正5年1916年から3年連続で「文展特選」となるも同志とともに「新結社」を結び文展改革の口火を切る存在となりました大正8年1919 19年発足したばかりの「 帝国美術院展覧会「定点」で無観者となり名実ともに日本画壇中心の一人となりました晩年になっても後進の指導と作品制作に力を注ぎましたが第二次世界大戦中の昭和19年1944年に東京下屋の自宅で死去生涯を通じて故郷稲 高への愛を忘れず学校や図書館寺社などさまざまな施設へ作品が贈られるなど今もこの地には多くの作品が残っています。本年令和6年2024年が池上修法・生誕150年であることから今回各地の施設が連携して企画展を行います。 池上秀報生誕150年展開催情報伊那市立高遠町歴史博物館令和6年2月23日金曜日祝日から6月16日日曜日信州高遠美術館令和6年3月2日土曜日から5月19日日曜日練馬区立美術館 令和6年3月16日土曜日から4月21日日曜日長野県稲文化会館令和6年3月30日土曜日から5月12日日曜日長野県立美術館令和6年5月25日土曜日から6月30日日曜日修補カード配ります 長野県伊那文化会館高遠町歴史博物館伊那市創造館信州高遠美術館ではそれぞれの館の展示期間中池上秀保と作品を紹介するカードを配布します。4枚コンプリートした方には景品を贈呈します。写真が3枚あります。 稲弥生高校「学ぶ者は山に登るがごとし」「上稲図書館開会」に際し修法より寄贈された六曲一層屏風富国と三保松原「写生にいそしむ池上修法画伯」以上です。稲市創造館 自主制作映画祭2024激突映像リニア b ルールとザ・テンス4月1日からエントリー開始今年も稲田にムービー作品募集エントリーまずはエントリーを出品を希望される方はまずはエントリーをお願いします エントリー開始は4月1日月曜日からお申し込みお問い合わせは「創造館捧げ」まで電話 72−6220 稲な創造館 e メール、mail, s z k i n a c i t y j p 募集要項「稲なムービーって何?」 応募される作品には、稲の色、稲の風景、稲の人、稲の物品など、稲に関するものを入れてください。5分以内のショートムービー、または15分までの中編の区別、作品のジャンル、作品タイトル、仮でもかを添えてエントリーしてください。映画祭全体でショートムービーは15本程度、 装飾75分中編作品は6本程度装飾90分を想定して上映プログラムを組みます合計165分ほど基本的にはエントリー順に受付想定上映時間をオーバーした時点で作品受付を終了します規定に合わないもの工除。 両属に反するものなど上映をお断りする場合があります撮影さあ撮影だ稲で撮影してみませんかロケ地のご相談もどうぞ山も川も町並みも稲市創造館内も撮影場所として大活躍編集の苦労もまた楽しみ編集 編集する、完成、完成する。作品を完成させるのは、とにかくお仕事。編集、合成処理、アフレコ、ゴールは近い。頑張りましょう。送付、完成したらデータを送る。完成した作品は、10月6日日曜日までに創造館にお送りください。大容量データ。 転送サービスをご利用いただくか、動画データを書き込んだディスクなどを直接郵送してください。映画祭、いよいよ上映上映する創造館3階行動の大スクリーンで稲田にムービーを楽しみましょう。稲田にムービー大公開今年の映画祭は令和6年10月19日土曜日。 午後0時45分からケーブルテレビ放映さらにお正月のお楽しみ稲市創造館自主制作映画祭で上映された作品は令和7年のお正月に稲ケーブルテレビの4時間特別番組で放映される予定です年の初めの休日にえりすぐりの自主制作映画を リラックスしてご覧ください。3月休館日5日12日19日いずれも火曜日21日木曜日26日火曜日開館時間午前10時から午後8時学習室午前10時から午後5時展示室展示室の最終入場は 午後4時45分です。稲し創造館マスコットキャラクター」「つくるんつきみん」から「今月の清月区若鮎の背に知りまくる子供かなまだまだ天竜川の水は冷たいけれど待ちに待った春到来です。稲市創造館電話 ファックス74の6829メール「s z k i n a c i t y j p お車でお越しの方は稲瀬駐車場をご利用の上駐車券を創造館1階事務室までお持ちください。 文化施設だより終わります。公民官報稲第五百四十六号発行稲市公民館運営協議会編集公民官報稲編集委員会電話七八の三四四七ファックス七八の五八六六主な内容特集 イチオシの行事「活動スナップ」今月のフォト寺公民館おいさんずクラブ料理教室1月9日火曜日講師の先生に教わりながらローメン餃子ひたし豆りんごのコンポートの全4品を作りました作った料理とお酒に舌包みを打ちながら語り合い楽しいひとときとなりました 写真はテーブルいっぱいのお皿と飲み物。ある人は缶を片手に何か楽しそうに話しています。一服、1年ほど前、作曲家の坂本龍一さんが亡くなりました。その直後の追悼テレビ番組で、聞き覚えのある曲が流れてきて、ハッとしました。あれは確か、すぐに思い出しました。 毎年列席していた保育施設の卒園式で流れる曲でした保護者がピアノで弾くこの曲をバックに証書が渡されるのでした曲名はアクア亡くなって初めて坂本さんが作った曲だと知りましたシンプルでいて祝福や幸せと遠を感じさせる曲聴くたびに胸に迫ってきたメロディー先生は 卒園おめでとう。「君は光をいっぱい浴びて遊び回る遊びの天才みんな君が大好きです」といった証書を読み上げて各自に渡しぬくくもりの伝わってくる卒園式でした。あの園児たちは今どうしているだろうかきっと元気だろうな幸せだろうなそして卒園の喜びに涙していた保護者もきっとその保育施設は今他の地に移り 認定こども園として一層発展していると聞きます。卒園式にあの曲は流れるのでしょうか。別れの三月、すだち、旅立ちの三月です。皆さんおめでとう。どうかお幸せに。東原地下公民館長、野溝和と特集、各館一押しの行事。伊那市公民館では、 今年度もさまざまな講座・イベントを行いましたそこで3月号では今年度の振り返りとして各館一押しの行事を紹介します女性教室健康体操クラブ稲公民館女性教室健康体操クラブは稲公民館の講座である女性教室に所属している学級生の希望者によって 構成されています現在、先生も含めて14名の会員がおり第1土曜日と第4月曜日の月2回元気に活動しています健康体操クラブの特色は主に歌謡曲に合わせた振り付けで全身を使いながら踊ることです全身を使うことによって筋肉が刺激され筋力低下を防ぐことができます 筋力アップは認知症や腰痛膝痛にも良い影響をもたらしており予防を兼ねながら体操を通して健康的な生活ができるよう日々努力しています今年度は4年ぶりに文化祭のステージで発表することができ会場の皆さんから大きな拍手をいただくことができました「第44回富方ふるさと祭り」。 富方公民館令和5年12月に第44回富形ふるさと祭りがコロナ禍を経て4年ぶりに開催されました保育園児から大人までの幅広い年代層が獅子舞いや太鼓ダンスに歌など日頃の練習の成果を発表しました写真は新山地区の太鼓グループ 新山子供太鼓のの発表の様子です総勢8名の子どもたちがそろいの衣装で息の合った力強い太鼓の演奏をしてくれました発表した団体からは「やっぱり発表できると張り合いが出る」「4年ぶりに祭りができてうれしい」という感想がありました。多くのの地区役員の皆様にご協力をいただき無事 ふるさと祭りを終えることができ、ホッとしています。来年度は、より多くの団体が楽しく発表できる祭りを開催したいです。<laughs> みすず防災スポーツフェスタ、みすず公民館令和5年9月に、みすず地区で防災とスポーツを組み合わせた、みすず防災スポーツフェスタを開催しました。 約50年続いた伝統行事のみす組運動会に代わる行事として企画しました。以前の運動会では、人口の少ない分間が人集めに苦労していました。この反省を活かし、個人で自由に楽しめる種目を用意しました。例えば、土の積み目指せ !10 キロぴったり賞では、1分間に土のを作成し、10キロに近ければ、 防災グッズをプレゼントしましまた楽しみながら土のう作りを体験し防災意識の向上につながりましたまた地元消防団の協力を得て消火器体操やポンプ搭載車に乗る種目も用意しお子さんの笑顔をたくさん見ることができました。当日はは約400名が集まり参加者からは 体を動かしながら防災について学べて楽しかった」など好意的な感想が寄せられ多くの皆さんに楽しんでいただきました寺地区マレットゴルフ大会寺公民館寺公民館では6月に初めての試みとして寺地区マレットゴルフ大会を開催しました。この大会は、 コロナ禍前まで行われていた運動会の代わりにマレットゴルフ場の活用と3世代交流を狙いとして企画しました大会はチーム戦とし1チーム2人で2チームが一緒にコースを回るようにしましたまた初心者の方も多く参加することからペアで打った良い方のボールを採用することでよりスコアが出やすく楽しくプレーできるようにしました 当日は、晴天に恵まれ、保育園児から80代までの幅広い年齢層の参加があり、ナイスショットやナイスインといった声が聞こえ、多くの参加者に楽しんでいただきました。今後も地域の方々の交流の場となるような大会にしていきたいと思います。みんな笑顔の集合写真があります。東春地下歴史講座。 東ハルチカ公民館東ハルチカ公民館では今年度より新たに東ハルチカ歴史講座を開講しました9月から10月にかけて各週土曜日の午後地域の方を講師にお願いし私たちが住む東ハルチカの歴史を改めて学ぶ機会としましたこれまでの講座は平日開催するものがほとんどだったので より幅広い層に参加してもらうため土曜日に開催3回とも小学生から高齢者まで30名を超える多くの方に参加していただきました講師の竹松徹さんには古代から始まる東春近地区の歴史を北原雅宏さんには殿島城の歴史をそれぞれ豊富な資料をもとに語っていただきました 質疑の時間ではたくさんの参加者が発言し講師の方と活発に意見が交わされ盛り上がりました自分の暮らす地域の歴史について住民の皆さんが改めて思いを馳せるとても有意義な時間となりました西見野はフォトコンテスト西見野は公民館今年度西見野は公民館では 西見野はフォトコンテストを初めて開催しましたこのコンテストの目的は西見野はの魅力の再発見様々な目線から見た西見野はの見どころや大切な日常を写真にすることで西見野はの魅力を互いに共有したいという願いから企画しました写真の募集をしたところ小中学生から高齢者まで 多くの方々に応募いたた。だきました応募された写真は様々で普段の通学路や大きなリンゴの写真地区の行事の様子など色とりどりの西見輪が見られました写真は文化祭で全て展示し来場者による人気投票を行いました来場者からは「見慣れた風景も写真になると様になる」 車で通り過ぎていた場所にこんな景色があるとは知らなかったなどの声が聞かれました募集の要件は西見ノアで撮った写真だけです来年度はあなたから見た西見ノアをぜひ教えてください <laughs> 大人の毛筆習字教室西原地下公民館麻雀教室を新設して一息ついていたら今度は 筆字を習いたい、た小中学校の習字を何十年ぶりにやってみたいという声が寄せられて習字教室を開設することになりました。講師は館長が務めます。とはいえ成人の方々を指導した経験もなく何から始めてよいのやらと不安だらけのスタートでした。受講生は10人が集まり手本は中学校書者の教科書を調達しました。 ある手引き書には、大人の習字は行書からがいいという案内があり、よし、これだと月光、調和、紅花といった二文字の行書から始めました。真っ白な半紙に向かう非日常というのは、なかなかどうして心地よいもののようです。最後に、ホワイトボードに掲げられた各自の作品を鑑賞しながら、互いにたたえ合って教室が終了します。 公民館の文化祭にも展示することができました。書が身近にある日常を大切にしたいものです。高島町桜大学小平直さん講演会高島町公民館小平直さんを講師に、高島町桜大学を開校しました。人とつながるという演題で、競技を始めたきっかけや、 現役時代のエピソード困難に出会った時の自分自身との向き合い方などについて語っていただきました平昌五輪を幼い頃からずっと夢に見た金メダルを獲得できた大会と振り返りつつその後も連勝を重ねる中でメダルの色や順位で評価される苦悩があったことも話してくださいました2大会連続のメダルが期待された 北京五輪で結果が出せなかったことにも触れ「メダルを取れる人は一握りでもやり遂げることは全員ができると気づいた」とも語っていました最後に「目標は生き方を充実させる手段として必要だが人生の合理にすると思い悩んでしまう」「どんな時も私らしく誇り高く生きていくことが支えになり人とつながっていくことができた道だった」 とまとめてくださいました。超一流の人から聞く話は、紛れもなく聴講者の皆さんの心に響くものでした。レーシングスーツ片わらに語る小平奈直さんの写真があります。長谷散歩、長谷公民館、令和5年度の新規講座の一つに、行き先を長谷地区内に限定し、いろいろな場所を巡って、 長谷の良さを再発見する長瀬散歩を実施しましまた5月には肘地区にある「長谷アルプスフォトギャラリーとクラゼンを」と「ゼ前」を6月には中尾地区の「辻の石仏群秋葉街道の「白江観音」と黒河内地区の「喜楽茶屋」10月には壬生川の上流にある「三子淵延命水」と杉島地区の「 奥原菓子店を訪ね視覚と味覚でハセを満喫しましたまた、特別編として10月にカレー高原の散策も企画しましたがあいにくの天候で中止となってしまいました参加者からは「普段見慣れた場所や景色にも新しい発見があって楽しめた」と感想がありました自動車で片道1時間かかる場所もあり 改めて長セの広さを感じる講座となりました三子淵の祠跡を探す参加者の写真があります活動スナップ健康麻雀交流戦一月二十三日火曜日西原地下公民館高島町公民館合同健康ジャン市28人が西原地下公民館に集い 熱い戦いとおしゃべりを楽しみました。冬休みぬくもりおいで塾。一月四日木曜日五日金曜日西見野公民館。みんなで勉強した後、お正月らしくタコを作ってあげたり、稲市カルタで遊んだりしました。公民館放送終わります。ボリューム百三十五議会だより。 稲城会事務局、電話96-8149、ファックス76-9117、e メール g k j i n a c i t y j p 友好都市との交流、9月22日から24日、合図祭り、 有効都市である藍津若松市が大いに盛り上がる最大の行事が藍津祭りです。今年はコロナ禍前と同様の3日間開催となりました。藍津藩公行,行列の前夜交流都市懇親会が15市町村の出張、議長、他関係者が招待され開催されました。初代藍津藩主の 星名正幸公が19年間を高遠で過ごしていることから、縁の深いなしは市長、議長ともにひな壇にて懇親を深めました。星名正幸公は常に思いやりと慈しみを持ち、民に優しい政治をしたと言われています。会津祭二日目には最大のイベントとなる会津反杭行,行列が 4年ぶりに完全挙行され、過去最大の約600人が、歴代藩主や武者、姫君に噴し、行列を作りました。鶴ヶ城本丸での厳かな出身式の後、行列は市中心部を練り歩き、城下町をさながら戦国絵巻のごとく彩りました。 アイズハン行列出陣式の写真があります。11月9日から10日、新宿区議会交流。今回は新宿区を訪問して交流を行いました。歓迎セレモニーの中で稲市側から森林整備に支援していただき、長谷の加齢高原などが綺麗になっていると挨拶し、 新宿区側からは、学校給食で稲脂さんの野菜を使っているが、とても美味しい、などの声をお聞きしました。新宿区立漱石参謀記念館、国立競技場スタジアム、東京おもちゃ美術館を見学させていただきました。東京おもちゃ美術館は、区立小学校の後利用で、NPO 法人が自主運営し、 多くのボランティアがおもちゃ学芸員として活躍しています。木のおもちゃに囲まれリラックスできる空間で多くの親子が楽しんでいました。東京おもちゃ美術館木のおもちゃ体験の写真があります。11月17日から19日、三宅島産業祭。台風の影響で 風雨の激しい中、無事、三宅島に到着しました。三宅村とは、江戸時代の江島・生島事件の縁で交流が続いています。島内一冊では、生島の墓地参拝を行い、小山の噴火災害により、400戸にも及ぶ家屋や神社の鳥居、高校の体育館などが、 溶岩に飲み込まれてしまった様子を見学し、噴火の恐ろしさを目の当たりにしました。産業祭では、パッションフルーツや、足束など、丹精込めた作物がずらりと並び、稲市の物販コーナーの高藤饅頭には、島から出ることが少ない中、お饅頭はとてもうれしい、と、長蛇の列ができていました。大人から子供まで、 この日を楽しみにしていることを知りました噴火と隣り合わせの中で暮らす三宅島の方々の温かいお人柄に触れることができました三宅島産業祭テープカットの写真があります3月稲市議会定例会の放送予定日稲ケーブルテレビデジタル 一一1イチ,イチ,イチ,チャンネル稲しチャンネル3月番組予定表生放送2月22日定例会開会3月5日一般質問1日目3月6日一般質問2日目3月7日一般質問3日目3月15日 定例会閉会。再放送。3月17日の18時から順次再放送します。日程については、稲しチャンネルなどでお知らせします。本会議と委員会の録画と過去の会議録を議会ホームページでご覧いただけます。稲し議会の活動などを Facebook で配信しています。 議会だよりり終わります。農業委員会だより発行伊那市農業委員会先人たちの思いをつなぐ大谷井農業委員泉沢国と、西美濃は大ヶ谷地区は京ヶ岳の麓とと、稲田に天竜川の中間に位置しています。地質学的には扇状地のためまた山の麓より離れていることから 昔より水の確保に苦労してきました昔の人から伝え聞いているところでは稲町、現稲市街より歩いて登ってくると途中は林ばかりで現在の大屋団地のあたりに来てようやく空が見え林の中に村があったとのことですそして現在の旧西見沼郵便局あたりからまた林が続き 当時のハビロ村近くになって、また空が見えるようになったとのことです。そのような地域であることから、村の周辺には田んぼが少なく、その結果畑に肥や阿波を作り生活していました。その後養蚕が盛んになり、畑は一面桑畑となりましたが、昭和40年代後半には大型農道 中央自動車道の開通により果樹や加工トマトスイートコーンなどの市場向け野菜を栽培するようになりました大ケ谷に話を戻しますと明治5年西箕輪の余地・安と中条地区と同様に水田用水を確保するため長野県の立ち会いの下小沢川下流の新井・西町地区などと話し合いの末 上流の北沢川より取水し延々約6キロメートルの水路を通しています途中には隧道が3カ所ありますが当初はコンクリートで固めていないため天井が崩落することもたびたびありその都度役員が這うようにして土砂を覗いたりしていましたまた現在の水路は有事項となっていますが当初は土水路でしたので 水漏れも多く、タコなしの時期には水の取り合いもあったと聞いております。昭和28年、大賀や下宝地域で土地改良事業が実施され、家の周辺に5世くらいの田を残し、その他の田は現在の中央自動車道東に集めて水田地帯としました。当初の稲作はすべて人力でしたので、 一旦区画とし補助整備を行いました。水路は水利権者組合員がコンクリートを練り人力でで作り上げたようです。その後約40年を経て水路などの老朽化また稲作の大型機械化などにより平成4年になって補助整備事業を行いました。稲西部土地改良区、 ヤブハラ工区の区画事業として関係機関の協力を得ながら山端部区画の他を約14兆募確保し今日に至っていますしかしどの地区も同じと思いますが時代の経過と,とともに農業後継者不足となっております大や水利組合の組合員は61名おりますが水田耕釈者は少なく 約15名であります畑に至っては主に牧草畑として隣村の南の南農家に貸している状況です先人たちが米を作りたかったが水がなかった昔の大ヶ谷村そんな先人たちの血のにじむような苦労をして引いてきた大が谷いそんな先人の思いを大切にしたいと改めて思っています。 写真が3枚あります。取り入れ口、第三隧道、中央道東にある記念碑、平成の水と書かれてあります。農業委員会の主な活動、令和5年10月から令和6年3月までありますが、ここでは省略させていただきます。 伊那市の農業施策に関する意見の提出法律の規定により、今年度の意見書を12月11日月曜日に白鳥市長へ提出しました意見と要望についてポイントを報告します農業経営土地利用型農業を目指す収納者の確保認定新規収納者に至るまでの支援について 有機原農薬などへの取り組み支援と農産物の地元消費や学校給食での使用について地域計画目標地図目標地図の作り方進め方について更新作業にあたる集落役員への報酬について組織体制づくり農業振興センター再生協の 集落組織の再編支援体制について第26期農業委員会組織化へ向けての女性登用について法令制度営農継続が見込める農ある田舎暮らしの構築自給的農家への支援企業などの農業参入への協力について 近年の豪雨災害にも耐えうる農業用施設や設備の計画的な整備について「協商補助解消のため資産事業の拡充」について「有害鳥獣対策計画的な捕獲および駆除」について地区から農業経営に配慮された稲バイパスとイコマアルプスロードの工事および付帯工事について。 農地付き中古住宅の物件確保について、農業委員会事務局、業務増加による組織体制の見直しについて、稲市からの回答は、令和6年2月末を予定しています。目標地図・地域計画に係る検討が各地で進められています。目標地図は、令和6年5月末 地域計画は、令和7年3月末、完成を目指します。今年度から始めた目標地図づくりでは、地区役員の皆様に大変ご苦労いただきました。年度変わりとなりますので、この件、新役員の皆さんへ引き継ぎをお願いします。地区の会議には、必要により市及び農業委員会が同席しますので、お声掛けください。 稲市賃借料など情報。賃借料有償無償の表がありますが、ここでは省略いたします。農業委員会終わります。稲市社会福祉協議会地域の福祉をお届けします。福祉稲毎月八日は福祉の日。ボリューム二百十。福祉稲の には、い連絡先「電話73-2541」「ファックス76-7036」「e-mail info-isha-kyo.jp」「第37回カミーナブロックボランティア交流研究集会」 昨年12月2日土曜日に第37回カミーナ・ボロックボランティア交流研究集会第18回イナシボランティア交流研究集会を長野県な文化会館小ーホールを会場に開催しました。これまで新型コロナウイルス感染症予防のため中止または開催方法を変更しながら実施していましたが。 今年年度は、ぶりりにに会場に集合ししての開催となりました。新しい発見「コロナを超えてつながり合う形」をテーマにいなしボランティア地域活動応援センターに登録しているボランティアグループコマチーズの皆さんによるアトラクションやカミーナ8市町村のそれぞれの地域で活動しているボランティアグループの活動を紹介するブースを設置し活動内容を ポスターにしして掲示したり、参加者の皆さんに各団体の活動を体験してもらいました当日はカミーナ8市町村から延べ185人の方が参加各ボランティアグループのブース巡りをしたり講師の先生方との交流を楽しみ会場は参加者の皆さんの笑い声や歓声,歓声熱気に包まれました参加された方からは いろいろな地域の活動を知ることができてとてもよかったいろいろな人と話ができてとても楽しかった各ブースに参加したかったが時間が足りなかったという感想が聞かれましたこの集会で自身がボランティア活動をする地域の中だけではなく地域や活動種別を超えてつながり合うことができました今後さらに活動が広がっていくことを願っています。いなしボランティア、 地域活動応援センターでは、ボランティア活動にご興味がある方の相談に応じたり、情報提供をしています。どうぞお気軽にお越しください。ボランティアグループコマチーズの皆さんのダンス写真が大きく載っています。稲の町を良くする仕組み自分の街を良くする仕組み赤い羽共同募金 令和5年度赤羽根共同募金にごご協力ありがとうございまし伊那市でお寄せいただいた募金の約7割は市内で行われている高齢者サロンや世帯間交流ボランティア活動防災品の購入などに役立てられています残りの約3割は長野県全域の福祉活動や災害時支援に役立てられます。稲市共同募金委員会は、 これからも稲市のより住みやすい町づくりのためにお寄せいただいた募金を大切に活用させていただきます。令和5年度岡い羽共同募金実績額令和6年1月末現在目標額1,250万円実績額1,094万2,926円個別募金891万 円法人募金125万3200円学校募金7万520円職域募金37万8945円街頭募金13万3076円その他募金募金箱など19万7031円5枚写真があります。 車椅子体験教室福祉教育市内小中高校の福祉体験教室の開講費として活用させていただきました地域の花壇作業地区地域社協地区地域社協のサロン活動の活動費用の補助として赤い羽共同募金が使われています災害時に役立つ ポータブルアンプ、防災物品購入補助、地区の防災物品の購入補助に、に赤い羽共同募金が使われています。これまでに80以上の地区や自主防災会に約1500万円が配分されました。ようやく筆記団体の缶バッチ作成、ボランティア団体活動費助成、 市内で活動するボランティア団体へ活動費の助成を行っています。毎年4月に女性団体の募集を受け付けています。商業施設での該当募金、募金運動。地域の皆様からいただいた募金は、より良い地域づくりのために還元されています。問い合わせ、稲市共同募金委員会。 稲市福祉ちづくりセンター内電話キラキラ地域人笑顔を運ぶ徳島る長谷と高遠町地域で移動スーパー徳島るを営業している春日久さん移動スーパー徳島るとは日常の買い物に不自由をしている 方たちのご自宅に出向き、新鮮な刺身、惣菜、お肉、野菜、果物からパン、お菓子、日用品といった店頭に並んでいる商品を販売するサービスです。徳島の訪問販売を通して、春日さんは長谷や高島町に住む方々と知り合いになることができ、 買い物を通じて皆さんとお話しすることが楽しみになっている一対一の接客なので堅苦しくなることはなく安心して買い物を楽しんでもらいたいとおっしゃっていました近年地域全体の過疎化や商店街の衰退高齢化などで容易に買い物をすることができない買い物弱者が増加傾向にあります。そういった方々の生活を支える なくてはならない取り組みであると感じましたまた徳島での買い物を通して春日さん、お客様、近所の方々など自然とコミュニティができて人と人とのつながりが地域の中で広がっていることがわかりましたこれからも春日さん、徳島の活動に目が離せません春日久志さんと徳島の写真が載っていますカ上ナ転役方針 養成講座受講生募集視覚障害者の円滑な社会生活を目指して展示活動に参加できる方を要請します開催期間令和6年5月18日土曜日から11月2日土曜日まで時間午前10時から正午まで会場いなし福祉まちづくりセンターフレアイーナ第二多目的室 講師、むつぼし会、久保田康義、対象者、上稲郡内の市町村にお住まいの方、パソコンをお持ちの方、受講後、ボランティア活動につなげたい方、定員10名、応募者多数の場合、抽選になります。申し込み締め切り、令和6年4月19日金曜日まで。受講料無料。 テキスト代1540円と送料実費をご負担いただきます。申し込み先、稲市社会福祉協議会、電話73-2544、担当、秋山。キラキラ、地域塾、ボリューム1。自分たちの暮らす地域について、子育ての視点から意見交換を行います。日時、令和6年3月13日水曜日。 午午前9時から正午まで。会場「伊那市保健センター」内容「地域共生社会について考える」「なから倉セッション」「実践者と参加型パネルディスカッション」「講師・田舎屋伊藤久美子氏」「対象者・伊那市在住の 密集学学から小学生の子がいる方、参加費無料定員10名先着順募集期間2月15日木曜日から3月6日水曜日まで申し込み方法電話または QR コードよりお申し込みくださいその他子どもを連れての参加もできますキッズスペースあり入退室自由授乳室も用意しております お問「い合わせ那市社会福祉協議会」「電話73-2544」「担当丸山湯沢」「温かい善意をありがとうございました」「令和5年4月から令和5年12月まで」「寄付金500万805円」「子ども未来応援隊事業へ」 子供食堂運営やカレー大作戦。有限会社、ファット・エヴァラ様、90万円。奥野慎一様、1万0千円。株式会社、くるみコーポレーション様、3万円。株式会社、稲・ペースト様、9万円。宮原博様、1万円。北島徹様、1万円。高藤蕎麦の会様、5万円。 公は株式会社様10万円。ドリームチェーンプロジェクト様15万1450円。ルビコン株式会社様30万円。長野県経営者協会上稲支部様38万7050円。稲市カレー大作戦受取者様2310円。匿名様100万円。 地域福祉を推進する事業へいちご園室岡様3万円高齢者福祉へ小出島年配者の会様16万6710円障害者福祉へ稲ロータリークラブ様3万9129円稲園芸ボランティアの会様5,000円生活困窮者の支援へふれあい食堂や 生活困窮者の支援長野県長寿社会開発センターカミーナ三女会様9,600円稲中央ロータリークラブ様12万円稲友の会様5,000円指定なし社会福祉基金へ稲ライオンズクラブ様15万円稲市高齢者クラブ連合会様3万円 アルプス中央信用金庫春地下支店経営者の会様10万円下川手ーテ小寿クラブ様3万円非公表希望の方11件126万8552円食品東武中学校 PTA 厚生部様新栄蓄電機白株式会社労働組合様 堺区社会福祉協議会様、稲小学校 PTA 様、セブンイレブン稲高尾町店様、カミナ農業協同組合様、JA カミナ生活部会様、稲ライオンズクラブ様、カミナ地区労働者福祉協議会様、鈴木農園鈴木学部様、フェマンフェスティバル様、 株式会社振興政作所様、中山重春様、アルプス中央信用金庫様、稲市民の集い実行委員会様、長野県労働金庫稲市店様、税理士法人青葉会計様、農村女性マイスター様、話の会様、非公表希望の方、 4件、その他、伊藤春夫様、タオル100枚。伊藤翔様、布団タオル。第一生命保険株、稲営業オフィス様、新聞、ゴミ袋3000枚。マホラ友の会様、お手玉50個。稲市高齢者クラブ、連合会様、ウエス。国際ソロプチスト、稲様。 フル切手5747枚セブンイレブン・稲高尾頂店様ョーテン様玩具等25485円相当株式会社医学・生物学研究所様ジムファイル85冊株式会社振興製作所様消毒用スプレー44本稲ライオンズ・クラブ様クリスマスプレゼント150個非 公表希望の方1件。ボランティア保険更新のお知らせ。ボランティア活動を安心して行っていただくために、ボランティア保険があります。すでにボランティア保険に加入されていて、令和6年度も加入希望の方は、更新手続きが必要になります。ボランティア活動保険。ボランティア活動中のご自身のけがや賠償事故を 保証します保証期間はいずれも令和6年4月1日中途加入の場合は加入日の翌日午前0時から令和7年3月31日午後12時までです。基本ププラランン円円天災地震保証プラン500円特定感染症について10日間の面積期間がなくなり 保証対象となりますなお新型コロナウイルス感染症は保障対象外となりましたボランティア行事用保険行事におけるケガや賠償事項を保障します地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における様々な事故に対する備えとしての保険制度です内容によって課金金が異なります A プラン宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できる行事1人1日28円 B プラン宿泊を伴う行事1人1泊2日241円 C プラン宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事1人1日28円ゆうちょう銀行への 振り込み手数料については、令和6年1月22日より無料となりました。問い合わせ申し込み先、稲市社会福祉協議会、地域福祉課、電話73-2544、担当西澤福祉稲、終わります。ラビオ紙、フォトニュース、地域の話題を写真で紹介します。 1>, 1月12日金曜日1日1でも早い復旧・復興を被災地への派遣職員が出発式市役所令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災地への支援のため1月14日日曜日に派遣して以降複数回にわたり市職員を派遣しています。現地では 避難所運営や給水の支援、住む家の被害認定や、下水大管の調査などの任務にあたっています。今後も長野県市町村などと協力し、継続的な支援を行っていきます。1月17日水曜日、野球しようぜ、児童がキャッチボール。 大谷翔平選手寄贈のグローブお披露目会西見輪小学校米メ,メジャーリーグの大谷翔平選手から全国の小学校に贈られたグローブが市内小学校にも届き西見輪小学校ではお披露目の会が行われました待望のグローブに児童からは大きな驚きの声と歓声が沸き起こり贈られたグローブの感触を楽しみました 市内小学校では体育の授業などで大切に使用していく予定です大勢の児童たちの前でキャッチボールをする子どもたちの写真があります1月19日金曜日木に触れ木の香りに包まれて地域材を使った工作上野原保育園市内保育園で行っている木工体験が 上野原保育園で開催されました。材料は市民の森などの間伐材や事業者が持ち寄った板材、園児たちが拾った松ぼっくりなど身近にある木材です。園児は好きな木の材料を選んで市内木育事業協力者の方々に手伝ってもらいながらバンド層や 糸の子で好きな形に切ってもらったりグルーガン接着剤でくっつけたりして作品を作りました子どもたちが自分の作品を手にしている写真があります1月20日土曜日地域の顔となる新庁舎に長瀬総合支所新庁舎建設工事見学会長瀬総合支所 新庁舎建設現場地域住民や林業関係者に向けて建築中の長谷総合支所新庁社の見学会が開催されました新庁社は柱や土台針などにヒノキや赤松といったカミイナ材がふんだんに使われ木造平屋建ての大型で迫力のある 日本建築となっています。また、太陽光発電設備や自家発電装置なども備え、災害時には地域の防災拠点になります。5月末完成、7月上旬解消予定です。3月の納税、国民健康保険税10期、4月1日月曜が納期限です。 納期限を過ぎると特則手数料などが発生します。市税の納図は納め忘れのない口座振り替えが便利です。伊那市の総人口65,262人、世帯28,432世帯、令和6年2月1日現在。この司法は、 両者委託により24,100部印刷しています。その経費として一部あたり41円、税込みがかかっています。裏表紙、終わります。広告11件あります。寒天パパホール、3月の催し物10件あります。入場無料、お問い合わせ、電話78-5107。 神話コントロールズ株式会社高藤工場電話9 4の3 6 4 1ファックス9 4の3 6 4 3アルプス稲工場電話9 8の0 5 7 3ファックス9 8の0 5 7 4相続のことならアルプス司法書士行政書士事務所電話9 8の8 8 7 3ファックス のアイネットグループ平安祭典稲桜ホールファミリーフォール稲電話788787住友金属鉱山グループ株式会社新興製作所中見のは稲谷ネット 稲ケーブルテレビジョン株式会社、株式会社グリーン、電話七三の九五三三、ファックス七三の九五七七、富士セレモニー、フリーダイヤル零一二零零二三五一七、三月一杯ポイントが三倍、三原市の湯。 電話76-8760桜の湯94-3118白桃トータルサービスフリーダイヤル0120-891-085株式会社グレース虹のホール稲花もも虹のホール高藤虹のホール龍斎フリーダイヤル 零一二零八八の一四零九広告終わります。以上で司法稲を終わります。発行稲市編集総務部秘書広報課印刷アドコマーシャル株式会社